皆様大変ながらくお待たせをいたしました本日はお忙しい中ご来場を賜りまして誠にありがとうございますただいまよりサードウェーブ e スポーツ事業戦略およびガレリアゲームマスター新モデル発表記者会見を始めさせていただきますこの素晴らしい日を多くの方々が待ち望んでいたことでしょう この栄えある舞台に立ち会わせていただけたことをとても光栄に感じております私は本日司会進行を務めさせていただきます伊豆友香と申しますどうぞ皆様よろしくお願いいたします<手>ありがとうございますそれでは本日のプログラムをご案内いたしますはじめに株式会社サードウェーブ 常務取締役、榎本一郎より、皆様にご挨拶を申し上げます。続きまして、株式会社、サードウェーブ、製品担当の滝吉祐介より、ガレリアゲームマスター新モデルの製品概要の説明がございます。その後、一般社団法人、日本 e スポーツ連合様、 インテル株式会社様、NVIDIA JAPAN 様、日本マイクロソフト株式会社様の各パートナー企業様よりご挨拶を頂戴いたします。そして最後に質疑応答、終了後は会場後方にございます展示ブースにて、ガレリアゲームマスター新モデルの展示を行う予定です。皆様本日は最後まで どうぞよろしくお願いいたしますそれではまずはじめに株式会社サードウェーブ常務取締役榎本一郎より皆様にご挨拶をさせていただきますそれではよろしくお願いいたします 皆様日中、ようこそお越しくださいまして、誠にありがとうございます、えー。紹介に預かりましたサードウェーブのえのとと申します、以後よろしくお願いいたします。本日はちょっとタイトルがぎょしいですけど、えー、普段実は私があのー、着任まだ私自身は2ヶ月なんですけどもね、えー、私のメンバーに対して社内少しこう。 戦略立てて皆様にもシェアさせていただこうかなというふうに思ってます。前段で私の方からそれをご説明させていただいて、後半の方で先ほど紹介にあったように滝吉の方から製品の詳しい中身をご紹介させていただきます。で、えー、私もですね、あのこの業界と言いますか PC 業がいろんなあの発表会でこう登壇してスピーチする機会があるんですけども。 サドウェブに入って2か月で、えー、実は今、お召し交換させていただいているのが300枚ですから、大体いい1日平均でいうと、7、8枚、七八人の方とご挨拶させていただいて、今、業界内でサドウェブ、あるいは社員に向けても、同じようなメッセージをずっと繰り返してるんですけど、おマイクの入り、ちょっとおかしいね。 大丈夫レビューする時間もですねあんまりなくてです、ねえー、榎本さんが普段喋ってることだからしゃないで、それをあのパワーポイントにまとめましたって,って、えー、この回始まる2時間ぐらい前ですかね、2時ぐらいに、あそこに座ってるあの頭が少しこう、<laughs> 頭がしあんまり言うと、あれか、これ、今の世の中でいうと、パワハラだ、セクハラだなっちゃうんあれですけど。 頭がが少しの,あの大浦がですねポンと机の上持ってきて「江野さん15分喋ってください」「江野さん普段話してることだから全然問題ないですよね」いやいや問題ありますよね人様の前でお話しさせていただくんで一生懸命こう見ながら確かにあの普段社内で話してることなんで少し整理して皆様にもお伝えさせていただこうかなというふうに思ってます、えー、少し整理させていただくとえー e スポーツの世界市場これはですねあのスーパーデータリサーチさんというところがこれあのディゼットブレーンさんなんかでもあのお使いしている資料だと思うんですけども二千二十二年に二千四百億ただ、えー、一方でブルームバーグさんなんかはついこの間ですけれども二千二十年で五千五百億の市場になるこれはイギリスのプロサッカーリーグの まあ経済規模を超える e スポーツ市場がもう形成されるだろうというふうに言われています今2つをなぜご紹介したかというのですとですね e スポーツ市場って見方によってはいろんな見方がありますよね例えばそのチケット工業的な収入で、えー、普通のスポーツと同じように拡大していったときにこういう市場ができるんじゃないかという予測が1つもう一方で e スポーツ市場 取り巻くいろんなその環境の整備ですとかあるいはチケットだけではない我々もやってますけどもハードウェアソフトウェアあるいはそれのコーチング、えー、映像配信それからそのテレビマー,ケマーケティングそういったものを全部含めていくと5,000億あるいはそれをはるかに超える市場が形成されるのではないかというふうに思ってます。ちょっっとと我々サードウェーブがこういういいお話をさせていただくとやっぱ、まあ 経済概念からその e スポーツ市場に取り組み始めたのかなと思われがちですけどもそうじゃないというのはちょっと後でお説明しますいずれにしても世界のトレンドでは右肩上がりに市場がぐっとしかも加速度的に上がっていく市場だっていうふうに捉えられています日本の中のトレンドでも、えー、今日もゲストに平方専務理事に来ていただいてますけども 三、えー、つのその団体がですね統合して統合には非常に大きな意味があるというふうに思っています要はこの業界のエポックメイキング的な出来事が2月1日に起こって一つの、えー、団体 JES が誕生したことによっていくつかのバリューチェーンがこれから大きくつながっていくのではないかなというふうに思っています、えー、記憶に新しいところで言いますと吉本さんが e スポーツ事業に参入ですとか J リーグが参入ですとか、まあ、リアルスポーツと e スポーツそれから全く異業種からのの、えー、e スポーツへの、まあ、参入こういった中でもともとはですねもともとあったいくつか形成されていく要素の中の一つでハードウェアだったりソフトウェアだったりコンテンツだったりまあ協会もいくつかあったり。 えー、いろんなところでもちろんそのユーザーが大事ですねユーザーがあったり、えー、プロが日本の中でも誕生したり、えー、2月1日にはプロライセンスの,あの発行も党会議を通じて行われましたけどもそういったようなことがいろんな方が参画しながらいろんなところでちょっと表現に語弊があるかもしれないですけどもまあ e スポーツを。 切り口にしてですね、うごのたけのこというと、ごへあるかもしれないですけど、こう。いろんな形で。新しい事業とか、新しい投資だとか、新しいチャンスだとかっていうのが、こう芽生えてきたのが、えー。ここ最近の動きだっていうふうに思ってます。サードウェーブはですね。この、まあ、いろんな形のものが。まあ、協会は団体が一つになりました。えー、それを皮切りに。大きな。 バリューーでチェーン化するというかつながっていくそういったような市場が形成されると非常に面白いあるいは楽しい世界になるんではないかなと。でこれだけではなくてつながることが意味があるんではなくてつながったことによっていろんな相乗効果でまあ例えば我々この間、えー、日経新聞なんかにも取り上げられましたけどもルフス池袋 e、えー、スポーツアリーナっていうのを、えー、スペース e スポーツ施設として開設しましたこれは決してネットカフェではないですあのニュースの後実はネットカフェを運営しているところから私のところに問い合わせが来ましてね営業を通じてのうさんネカフェ事業に参入するんですかねネットカフェにわれわれ榎さんのとこの機械導入してたのにコンペになるんですか違いますと全く違いますと e スポーツで いろんなユーザーが触れる機会を持ってその人たちがまたネットカフェに行って楽しんだりですとかねいろんな楽しみ方がある中でその例えば中国とか韓国の例で言いますとネットカフェ事業そのものが少しこう右肩が下がってきたときに e スポーツの登場でそのネットカフェそのものが業態を少し変えて見え方を変えてあるいは遊び方を提案してまたその市場としては復活してるみたいなことがありえてるんですよと。 だから我々コンペではありませんみたいなお話をさせていただいてなるほどそうかと言ってこの春にですねある大手のネットカフェさんからは数千台のえうちのガレリアの導入を決定いただいてご発注いただきましそういう形でこう市場をどん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 あのルフスも起点にしながら活性化していくんですけどもえーそれ以外にもですねえ例えばプロを目指して プロになれなれかった人た人ち一体どうするんだじゃあコーチになれるのかあるいは解説者になれるのかいろんなナレーターになれるのかそれをスキルを生かして、えー、学校の先生になれるのかあるいはメーカーに勤めることができるのか我々もルフスにプロのゲーマーの方に、えー、いろんなアドバイザーとしても参画していただいてますけども、えー、そういった異様いろんな形の雇用の創出も生まれると。これって 一言でうううとどういうこととかなっていうとですねこれが普段私がメンバーに言ってることです。とやる人がが楽しくななかったら意味がないとあるいはやる人にとって価値がなければそれは単なるそのまあメーカーサイドと言いますかねえ表現は適切かどうか分からないですけど例えば大人サイドの話でこういうの作ったよでも実際中身が伴わないとですねえ若い人たち 楽しいいと思わないですねやりたいとも思わないしユーザーの選択肢の幅を広げてあらゆる人の可能性を拡大するこういったところにサードウェーブとしても参画して投資していこうじゃないかとこれはあのもともとこれを具体的に形に表したのが先ほどご紹介したルフス池袋 e スポーツアリーナだったりします。要はその面白いスポーツ 選択肢の幅を広げる野球が大好きで野球をやりたかった人がプロ野球を目指す同じようにですね、まあ、サッカーも同様同じようにゲームの好きだった人がプロでその収入を得て生活ができるような環境を整えるプロを引退したら何をやるかコーチをやる解説をやるいろいろ、えー、学校を創設して教えるみたいなことも含めてですねいろんな雇用の場の創出につながる。 ここういったこと全体を見るとですねこれが一つのエコシステムって生態系ですよねになっていくんじゃないかと業界ってそういうものだっていうふうに我々サードウェーバーとらまえておりましてここに対してですねあのいくつかのメディアには私ちょっと先行してお話しさせていただきましたけども3年間で20億円を投資して我々はこの事業領域に対して一、えー、つの貢献をしていきたい。 に思ってます。一方でですね、我々メーカーとしての顔もありまして、その e スポーツ先ほどとらまえた事業領域に対して、まあ一つの括りですけれども、ガレリアっていう製品を世の中に通っていろいろ知見を高めてまいりました。えー、2002年ちょっと古いですけれども、2002年のガレリアの発売を の後です、ね、2007年、えー、秋葉原の PC ゲームフェスター、えー、ここには載ってないですけども日本棋院さんにいろいろ協力したりですとか、えー、将棋連盟さんとタッグを組んだりですとかも含めてですねあとちょっと前年ですけども JESPA さん JES、えー、のまあ前身の一つの協会ですけどもオフィシャルスポンサードサプライヤーという形でやらせていただいたりです。とかえー、去年賞金大会を 500万円の賞金をかけた大会を主催したりしながらですね何を得たかっていうとですねいろんな方たちと会って私も先ほどその2か月で300万円の名刺って言いましたけどまあいろんな方にあるとほぼ皆さんいろんなご意見をお持ちですね特に e スポーツに関しては皆さん一かごを持って私はこう思うこう思うこう思う別にそれを一つに集約しようなんて全く思ってないし いろんな夢やりたいのはそれを一つの形のバリューチェーンみたいな形でまとめて業界一つになってこれからの若い人たちにいろんなチャンスの場を与えていきたいなと余談ですけども昨日弊社でも新入社員の入社式がございまして14名の新入社員を迎えることができました。 まあ30数年前ですかね私も新入社員の時はあったんですけどもその時にですねこういう場に登壇して、まあ、私入社が IBM なもんですからずっとコンピューターに携わってきたんですけども PC 事業もずっとスタート地点からやりながら30年後にこの場に立って e スポーツのお話をですね皆さんにさせていただきながらこの事業領域に対して いいいろんんななな形でで貢献しててきたた夢にも思わなかったですねインターネットが出てきた時もカルチャーショックでしたし、えー、パソコンがコモディティになって、まあ、直近で言うとマイクロソフトさんがハードウェアをやった時だってハードベンダーとしてはすごいあの衝撃でしたけどもいろんなことが起こる業界の中であの e スポーツっていうのが一つのくくりになって若い人たちに対していろんなチャンスを与えるそんな事業領域に。 なれたらら素晴らしいことだとだここであの皆さんの意見もいろんな形で得た中で我々が今日ガレリアの新製品を発表しますけどもゲームマスターで最も大事なのはですね安心して使えることどうやって安心してっていうのは後ほど武吉の方から説明しますけども安定して動作し続けること。 このまあ二つのことが安心安定非常にハードウェアにとって重要なことだっていうふうに考えております。後ほどマシンも見ていただきますけれども、こういうコンセプトの中で今回発足された JASS さんの我々サードウェブとしてもオフィシャルスポンサーを継続してご協力させていただく。 タッグを組んで業界を盛り上げていこうというふうにおっしゃっていただいてますのでぜひこれも引き続きガレリアゲームマスターを中心にして頑張っていきたいというふうに思ってますけども e スポーツ元年の e スポーツマシンとしてですねガレリアをぜひ本日ご紹介したいと思っておりますそれではビデオの方をまずご覧いただきたいと思いますよろしくお願いします

製品の方の細かいスペックのところをですね、うちの製品事業部の竹吉の方からご説明させていただきます。本日は本当に誠にありがとうございます。よろしくお願いします。 ご紹介に預かりましたガレリアそれからガレリアゲームマスターの製品企画を担当しております株式会社サードウェブの滝吉と申しますよろしくお願いいたします本日はお忙しい中ご来場いただきまして誠にありがとうございましたここからは製品の紹介ということで進めさせていただきます ちょっとお待ちくださいね。ごめんなさい。 はい、失礼いたたししました、えー、改めましてゲームマスターのハードウェアのコンセプトとして、えー、掲げております PC ゲームを遊ぶためのゲーム機ということで、えー、PC ゲームっていうのは、えーまあ、本日先ほど榎本からもお話がありました e スポーツのタイトルも含めまして、えー、非常に日本だけではなくて世界中あまたのタイトルがあるわけですけれども、えー、コンソールゲーム機と異なりまして PC ゲームというのは、えー、動作環境を満たすにあたって ある程度パソコンの知識がないと動かせないということで非常にユーザーさんが困ってらっしゃるという環境が前提としてございましたでゲームマスターというのは PC ゲームを遊ぶためのゲーム機ということでゲームマスターさえ買っていただければ動作サポートタイトルは問題なく動きますということで業界では初めて複数の40タイトル以上のサポートを行うということでハードウェアコンセプトを掲げて作られてきたモデルとなります でそのゲームマスターの3つのミッションなんですけれどもこの中で掲げてます安定そして安心快適ということでこの3つが相互に作用特に安定の部分に非常に重きを置いてゲームマスターの製品というのは開発をされておりますで3つのミッションの中のまず1つ目なんですけれども安心の部分 え先ほどちょっと触れましたけれども40タイトル以上の動作サポートえーそれからサポート体制ですねえ我々のサポート窓口なんですけれどもえーゲームマスターを買っていただいたお客様に対して専用の窓口を24時間365日ということで用意させていただいておりますでこれによって例えばパソコンの動作が動かしいということだけ,とだけではなくてえーゲームがうまく スタートできないとかそういったサポートなども受け付ける窓口として24時間365日稼働してユーザーさんを支えるような体制を作っておりますあとは品質管理の部分ですね信頼性試験を非常に入念に行いましてここで高い品質管理体制ということで買っていただいた製品がそもそも壊れないような状態で出荷できるというような体制を敷いておりますでさらに快適の部分に関しましては えー最新の 3D ゲームというのが非常に増えてきておりますのでこれが快適に動作するということを基準にしてえ今日まさにえ発表になるようなパーツも含まれているんですけれどもえ最新の第8世代コアプロセッサー,えー高性能の CPU それからグラフィックボードえーもちろんマイクロソフトの Windows10 搭載ということで 3D ゲームが快適にプレイしていただけるようなえスペック構成をとっております。 また、えー、とゲームパソコンとしては割とスタンダードになってきているんですけれども高速な SSD を標準搭載することでゲームのローディング時間ですねこれを短縮して快適なゲームライフを送っていただけるようなというところで快適性というものに目標を置いておりますで、えー、最後に出てきます安定の部分、えー、この部分が、えー、ゲームマスターとしても非常に重要だと考えているんですけれども 各パーツが発する熱を効率的に冷却、熱排気ということでケースの部分に関してエアフローを使って各パーツが発する熱を下げることで安定動作がきっちり確保できるような開発を行うということあとは各種イベント公式大会で採用の実績があるというところですけれども電源ユニットですね。 よく CPU などはパソコンのノーと例えられることが多いと思うんですけれども電源ユニットっていうのはパソコンにおいては心臓部分に当たると思っておりますのでこの部分非常に認証電源とか品質の高い高効率な電源を使うことでそもそもの電源供給が不安定なのでパソコンがシステムとして不安定になってしまうようなことが起きないようなことを安定性に求めるということで電源ユニット搭載ということを掲げております。 でえー、とこれらによって、えー、と動作安定性ということと、えー、さらにそれを継承しつつもさらなる静寂性を追求ということで、えー、先ほど紹介させていただきました、えー、こちらのキービジュアル THEESPORTS、えー、ス,スタンダードということで、えー、とこちらの新しいケースに生まれ変わりました、えー、ゲームマスターの説明をさせていただければと思います、えー、今回のモデルの特徴なんですけれども 冷却方法にちょっと名前を付けてみました、えー、圧力冷却と我々ちょっと社内的に故障しておりましてこれを特徴として、えー、掲げております、えー、簡単に言うとケース内外の圧力差を利用して冷却効率を向上させてみようというところで、えー、このコンセプトを掲げているんですけれども我々が、えー、ガレリアそれから従来のゲームマスターで使用していました、えー、エアフローというのは基本的に ケースのすべ、えー、ての面ですね開口部全面に、えー、メッシュ構造だったりとか、えー、通気口を設けることでエアフローをこう、えー、確保するという構造を取ってきましたこれはこれであのファンの配置だったりとか、えー、風通しがいいという意味では非常に効率が良かったものですので、えー、安定性だったりとか、えー、効率性というところにも非常に良かったんですけれども 開口部がが多いいこととで音が漏れてくるという難点も実はありましたでこの部分を改善すべくですね新しいゲームマスターのケースは風の圧力を使ってみようということで吸気それから排気のエリアをしっかりと定義して内部的に余計なところから空気が入ったり漏れたりしないことでケース内の圧力を使って外に熱を押し出すような構造を採用しております。 で新旧エアフローだけではないんですけれどもどれぐらい異なってくるのかというところでこういった表を作っているんですけれども、えー、非常に簡単に言うとファンの数自体は大きくは変わりませんが開口部が非常に限られたエリアに変わっておりますあとは細かいところなんですけれども電源の部分を分離するチャンバー構造を採用したりですとか えー、ドライブ塀、これ、最近のゲーミング PC という意味では、あまり我々あの BTO パソコンですので、カスタマイズでハードディスクを増やしていただいたりとか、SSD 増やしていただいたりというお客様、非常に多くいらっしゃるんですけれども、えー、そこのところから抽出していくと、ですねドライブ塀って実はフルに使われているということがめったになくてですね、ドライブ塀を必要最小限、少ないとはいえ必要最小限、きっちりあるんですけれども、えー、内部の構造物を減らすことで、エアフローを確保する。 でそれから地味なところなんですけれども、裏配線対応、非対応ってあるんですけれども、電源ケーブル、ケース内では非常に実はエアフローの邪魔ものでした、でこれを、えー、とケースの裏側ですね、マザーボードの裏側に収めることで、えー、ケースの中の空気の流れを邪魔するものをとにかく徹底的に排除していきましたということで、えー、実際、開口部はかなり減っているんですけれども、冷却性能自体は、えー、ほぼ同等ということになります。 でさらに騒音値だったりですとか、えー、CPU の周辺温度の、えー、環境に対しては向上が見られまして、えー、簡易的な計測ではあるんですけれども従来モデルよりも、えー、騒音値にして23デシベルぐらい、えー、CPU の周辺温度も、えー、3度から4度ぐらいは、えー、低下が見られるような状況になってきていますので、えー、静かなだけではなくて性能もきっちり上げられるだけさらに向上させていますというような ケースを採用しておりますでさらに、えー、と新モデル、えー、デザインを従来のモデルから大幅に切り替えました、えー、お客様の声に応えたデザインということで、えー、と生と同というものを掲げております、えー、とお客様の声というのはまさにアンケートで頂い,いてるんですけれども、えー、ガレリア今までのものも含めてなんですが、えー、ゲーミング PC というのは派手なイメージがあるという中で非常にガレリアのデザインというのは、えー、渋いとか。 あのシックであるとっ,ったところでで選んいいいただいていますのでまあこの部分を明らかに派手な方に振るということはせずにですねでもそれと同時に光るパーツが欲しいとかえ水冷化できないんですかとかっていうアンケートも非常に多く頂い,いておりますのでえこれをじゃあ合わせて1台でえ実現するためにはどうすればいいかなというところで「生とどう」というのをえ組み合わせられるようなデザインというのをコンセプトにしています。 あとは質実合計な写真として掲げているんですけれども、えー、もちろんデザインだけではなくて、えー、ゲーミング PC としては安定性や、えー、と安心につながるような、えー、ケース本来そのものが持っている写真の構造というのも、えー、きっちりと作り込んでおりますでまずデザインの部分なんですけれども性のデザインとしているフロントパネルの部分ですね、えー、まあ従来モデルも同じかと思うんですけれどもいかにもゲーミングっぽい、えー、派手な 色を使ったような PC ケースではなくてですねパ、え、ッ、ー、と見ゲーミング PC なのかも分からないぐらいに非常にシンプルなパネルデザインを今回取り入れてみることにしました、えー、基本的にはこのパネルの部分あの利便性という意味ではですね実は USB3.0 をフロントに4つ持ってきていたりとか あの機能性というところも非常に追求したような内容になっていますので、えー、ここはもうおとなしいとかシックっていうだけではなくて機能性や利便性というところも非常に追求しているというところも特徴に入ってくると思います。でもう一つの銅のデザイインですね、えー、これ左サイド前面をガラスパネルに今回から えー、変えることにしましまた、えー、非常にパソコンの中身を見ながらゲームしたいというユーザーさん多くいらっしゃってですねでこの声にはあのきっちりと答えなければというところで、えー、今回正面は非常におとなしく作っていますが、えー、サイドパネルに関しては、えー、中見えるとか動いてる状況が確認できるといった、えー、銅の部分が全面に押し出てくるようなデザインに今回から切り替えております。 でさらに新モデルの性能面ですね、第8世代のインテルコア i7 プロセッサー、そしてまさに今日解禁となりましたけれども、インテルの H370 チップセット搭載マザーボード、そして NVIDIA の GFORCEGTX10 シリーズということで、この後お話しいただくパートナーの企業の方々の主要な部品に据えながら、3D のゲームが非常に高性能で動くというところを きっちりと押し出すために高性能パーツを採用するというところは従来モデルから何一つ変えず最新バージョンに更新ということになります。で今回からですねマザーボードの部分に関しては全面的に ASUS 製のマザーボードを採用するそれから我々あのドスパラのお店の方ではおなじみなんですけれどもパリット製のグラフィックボードというのを全面的に今回ゲームマスターは採用しておりますので えー、この部分でも、えー、信頼性がさらに高まっていくような内容となっております。で、えー、ゲームマスターのこれからという部分なんですけれども、まあ、製品の部分からですけれども、えー、実質プレイから e スポーツ大会まであらゆるステージでプレイヤーをサポートということで。えー e スポーツっていうと大きな大会でしたりイベントのところに目が行きがちなんですけれどももちろんそれを練習したりですとかオンラインで対戦をしたりというユーザーの広がりというのが非常に重要と考えておりますので実質プレイご自宅でプレーする環境というところからさらに大きな大会でも使っていただけるようなものをすべて網羅できるようなスペックだったり安心安定の部分というものを今後も きっちりとサポートをし続けていくことによりまして新しいゲームマスターを未来,へ未来の自分へ挑む熱きゲーマーへというところでゲーマーの皆さんが当然1人でプレーを,を家で楽しんでいただくところから大きな e スポーツの大会で活躍していくところまでゲームマスターがサポートしていきますというところで今後も製品をリリースさせていただいていこうというところになります。 すいませんえー、以上で製品部分のパートは終わりになりますのでご清聴ありがとうございましたありがとうございましたそれでは続きましてご来賓の各社様よりご挨拶を賜りたいと存じます一般社団法人日本 e スポーツ連合専務理事平方明様よりご挨拶を頂戴いたしますそれではよろしくお願いいたします え皆さんこんにちは、えー、ご紹介にあ,ありました日本 e スポーツ連合の平方でございます、えー、我々団体はですねあの2月1日に、あのー、まあ発足しましてまだまだ脆弱な団体でございますそしてまたいろいろ一部ではですねあの命、ー、理目的でライセンス発行してとかまあいろいろ言われてますけれども我々はあくまでも e スポーツの認知、そしてまた理解力のアップや、やはり何といっても選手の地位向上ですね、あのどうしてもあのゲームというとあの、なんとなくマイナスイメージが多いですけれども、でもそういうのを払拭して、なんとかえプレイヤーの環境作りですとか、あと地位向上というところを目指したいと。 いいいうふうふに思っている団体でございますもちろんあのプロライセンスを発行いたしますけれどもそれは例えば海外にいろいろな世界大会ありますけれどもそこに選手を派遣するための例えば強化選手みたいな意味合いも含めてライセンスを発行するということで考えている団体でございます。日本のの、e、スポーツとといううははやはり世界から比べるとどうしても あの遅れておりますそれは何が、まあ、一番かなというのはやはりあの地位向上というところもあると思いますしあとやはり競技種目といいいううののもあるのかなというふうに思いますあの海外ではあのかなりコンソールゲームよりも PC ゲームがです、ね、主体でもう本当に賞金総額も25億を超えるような大会があると。 日本はどうかというとどうしてもあのコンソールゲームというのが主体になっていますがそれが悪いと言っているわけではなくやはりコンソールゲームであり、まあ、スマホゲームですねそしてやはり何といっても PC ゲームというのが発展することによって世界に、e e、スポー日本の e スポーツ文化が追いつけるのかなというふうに思っております。そしてあの先ほどの あの榎本常務のご紹介からもありましたけれどもあの e スポーツ団体、まあ、JESPA ですけれどもそこと、えー、ガレリアさんサードウェブさんはあのパートナー契約をしていましてで、まあ、今度 JES になってそれを引き継ぐということで今作業をしている最中でございますでその中でやはりあの一番ありがたいといいましょうか えー、本当に心強いのはですね一ディバイスメーカーが商品を売るだけうんぬんっていうような作業ではなくてあのお話にもあった通り、えー、ルフスですか、えー、ルフスの部分で e スポーツを体験するまた触れる機会を作ってくれるそういうメーカーさんと手を携えてタッグを組んで、えー、いろいろ えー、展開することはまさにですねこの e スポーツ元年本当に心強いパートナーではないかというふうに思っておりますあのー、いろいろですねあのー、まあジェスの方としましてはまあいろいろ話がありますけれどもとにかく JOC に加盟しそしてまたいろいろな大会に選手を派遣することによってあのー ゲームをです、ね、スポーツとしてもっともっと認知をしてもらえるのではないかそしてまたそこを1、えー、つずつ問題解決して歩んでいこうというふうに思ってますのであのぜひです、ね、ここにいる皆さんはあのご協力、ま、そしてまたご理解いただければ幸いかなというふうに思っております。えー、結びにになりますが本当にあの今日 ゲームマスターの発表会、こんな世代に行われたことをですね、ここよりお喜び申しまして、ご挨拶とさせていただきます。どうも今日はありがとうございました。平方様ありがとうございました。続きまして、インテル株式会社執行役員、第三営業本部、本部長、藤木孝子様よりご挨拶をいただきます。 それではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ただいまご紹介に預かりました。インテル株式会社藤木でございます。また本日はゲインマスター新製品発表会ということで、誠におめでとうございます。 あの新製品の中にもインテルの第8世代コアプロセッサー最新バージョン使っていただいてましてまた同じようにチップセットも入れていただいているということでゲーマーの方々にもパフォーマンスを本当に感じていただけるようなあの出来になっているんじゃないかなと嬉しく思っておりますえっとですね昨今あの榎本さんの方からもお話ございましたけれども e スポーツということが非常に盛り上がりを見せておりましてあの サードウェブさんのガレリアゲームマスターズカップをはじめいろんな e スポーツの大会が日本でも開かれるようになりましたそこであの私どもインテルもですね10年以上前から2006年あたりからインテルエクストリームマスターズというものを世界各国でやらせていただいておりますこれはですねあの今,年には今年に入りましてポーランド の大会が一番大きな大会になるんですけれどもそこでも非常にな非常に大きな盛り上がりを見せ5月にはシドニーでその後にアメリカなど各地回るような形で e スポーツの大会やらせていただいておりますでまたあのここにもございますけれども先日の韓国のオリンピックピョンチョンのオリンピックではですね IOC 様のサポートのもとに初めてインテルとしてワールドワールドスポンサーとしてインテルエクストリームマスターをオリンピックで提供させていただきましたでこのような盛り上がりを非常に見せておりますので例えば池袋のルフスみたいなところであのゲーマーさんだけではなくてです、ね、子どもから若い世代の方々からいろんな e スポーツを身近に感じていただければいいかなと 思っております最後になりますけれどもこういう形でサードウェーブさんとはもう23年前から e スポーツあるいはゲーミング PC っていうところに関して協業をやらせていただいておりますこれからも日本の e スポーツを盛り上げるためにも弊社もサードウェーブさんと一丸となって頑張っていきたいと思っております本日はありがとうございます 藤木様ありがとうございました続きまして NVIDIA JAPAN コンスーマーマーケティング部兼チャンネルセールスマネージャー高橋和典様よりご挨拶をいただきますそれではよろしくお願いいたします はい、えー、ただいまご紹介に預かりました NVIDIA オンスマーマーケティング部の部長をさせていただいております高橋和則と申します本日はです、ね、このような華々しい席に呼ばれたことをまず御礼申し上げますそれでは私どもの方でですね NVIDIA と e スポーツの関わりというところでご紹介をさせていただきたいと思います、はい、はいはいはい りましたはいースポーツということで今日は、えーまあ、e スポーツの世界というものをお話しさせていただくこうとを思っております。でまず我々ののなんでですけどもも、まあ、億人人を使っていいるるるゲームゲーマーがいる中で最も人気がが中最気ある製品こちらが のフォースでございます最高の PC と呼ばれるものには必ず、まあ、GFORCE が選択されています。もちろんゲーマーから絶大な信頼を得ている製品それが GFORCE ということで、まあ、Steam サーベイでも現在9割ぐらいの方が GFORCE を使っていただいておりますしもちろん世界中のネットカフェ e スポーツのプロにも支持されているのが GFORCE ということでございます。ええー、もちろん、えー 一般のプレーヤーだけではなく、プロフェッショナル、e スポーツ向けにも調整されている、これが特徴でございまして、ESL1 ですとか、ESL プロリーグシーズン6など、大規模、のベルの大規模な e スポーツトーナメントで採用され、まあ、こちら映っております、エンビアスですとか、ナビなど、プロフェッショナルの有名なチームが優勝を争うためにも、絶大な信頼を得ております。はい、それが 今回ガレリアシリーガレリアゲーミングマスターシリーズも採用されております、まあ G フォース GTX10 シリーズのグラフィックカードとなります。彼らは皆 FPS がモノを言うという形で言っておりますので、その FPS グラフィックスの性能を左右するのがまあ我々の製品ということになるかと思います。 えー、g f o r c e という、ね、世,界で世界最大の e スポーツ大会ですね、まあ、こちらで映っているのだと、まあ、有名なところですと、まあ、e s l 1とかですね、あとドリームハックとか、まあ、あとドーター2インターナショナルですね、こちらは先ほどご紹介ありました、25億円、賞金総額25億円というトーナメントになるんですけども、まあ、そういったところで使われているのが g f o r c e g t x シリーズです。 では続きましてですねこのえ e スポーツで使われているシーンをちょっとご覧いただければなというふうには思っております。 こちらがですねドイツで行われた CSGO の世界大会ですね昨年ゾーイーカップの予選なんかもね。 タードウェブさんで開いていただいたんですけれども、まあ、EGS ンコロン、えー、2015の様子でございます、こちらの大会で使用されている GPU も、えー、GFORCEGTX、こちら、エンビアスのハッピー選手からも、まあ、e スポーツシーンでの使用のお墨付きをいただいておるところでございます。まあ、このような形で、えー、日本もね、いずれ e スポーツ大会がこのような大きなアリーナで開かれるようになることを、まあ、願ってはやまないわけでございます。 All throughout, NVIDIA is bringing the greatest gaming experience to the esports enthusiasts and to the professional player as they stake their claim to become crowned the righteous victor of the major. So, now, we CS:GO the One. コロン2015の方をご覧いたただきましたもちろんそれ以外にもでさまざまな世界大会インターナショナルメジャートーナメントを g ースはサポートしておりますこちらにも見ていただけるとまり、あえー、ヒーロー・オブ・ザ・ストーンですとかハーストーンですとかドーターツまたカウンターストライクですねこういったさまざまな大会をサポートしております。 もちろんですね、我々自身、NVIDIA ジャパン自身も日本国内でも e スポーツ大会を実施しております。えー、こちらはですね、PUBG ですとか、まあ、こちら PUBG のオフライン大会、12月に開催した様子なんですけども、あと、レインボーシックス x g CSGO、CS Overwatch などですね、e スポーツタイトルで積極的に、えー 大会を開催しております今後も、えー、さらにゲーマーが活躍できる場所を増やして、えー、e スポーツを盛り上げたいというふうに思っておりますで、えー、こちらはですねアメリカの NVIDIA 本社にある e スポーツの特訓スタジオですね GeForce、e、を完備しております用意されているパソコンモニターディスプレイはすべて最高のものを最高の環境でできるようにという形で GFORCE GTX1080Ti240Hz の GSync モニターゲーミングジアなどのですねパートナーのプロチームはいつでもブードキャンプで我々の本社の方で練習することができると。 いうことになっておりますので、こちらハーブではのみならずですね。全世界のプロチームの活動もサポートしております。そこでですね。今日まあ、えー、私どもが伝えたい。メッセージがここなんですけども。あの今日本に足りないものは何かっていうことなんですけども、まずこう。e スポーツスタジオがないと、せっかくこう。e スポーツの機運が盛り上がっているのにプロゲーマー同士がもう気軽に練習をしたり、戦える場所がないと。 というところが我々が今回、まあ、このお話をいただきましたときに、このご発表の中ですごい重要かなと思っております、エルフスですね、池袋イースポーツアリーナということで、えー、常にどんな時でも週末でも平日でも100人が集まって e スポーツスタジオでエキサイティングな試合ができるというのは非常に魅力的ではないかなと思いまして、まあ、私も4月15日が来るのを楽しみにしております。 で以上をもちまして私どもエヌビディアのセッションを終わりにさせていただきたいと思いますご清聴いただきましてありがとうございました高橋様ありがとうございました続きまして日本マイクロソフト株式会社執行役員コンシューマーデバイスパートナー 営業統括本部執行役員。梅田誠司様よりご挨拶をいただきます。それではよろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりましたマイクロソフトの梅田です。違う。違う。後で。はい、わかりました。はい。 えとまずあのギャラリアゲームマスターの発表おめでとうございますでこちらの,あのギャラリアゲームマスターに搭載されていますオペレーションシステムがオペレーティングシステムが Windows10S というものになり Windows10 になりますでこの Windows10 ですね2015年に発売の後あの常にあの進化をし続けておりまして Windows 史上最高の OS ということになっていますで何が最高なのかということなんですけれども あのまあ、安心安全なプラットフォームであるということは当たり前なんですけれどもこれに加えましてユーザーの皆様があのユーザーの皆様の,その生産性だとかあるいはその創造性っていうのをその最大限発揮してよりいいことができるという、まあ、そういうのをあのサポートするそういう OS になっていますで一つあの今日ご紹介したかったのが実はあんまりあの紹介をこれまでしてきてない 事実として、Windows10 はです、ね、いわゆるゲーミングっていうそのユーザーシナリオに特化をして、このゲーミングのユーザーエクスペリエンスを向上させる、そんな仕掛けを Windows として初めて OS の中にあの入れています。どんなことかというと、こちらになるんですけれども、あのいくつか機能がございます。 全部は紹介しないですけど例えばゲームモードというのがございまして、まあ、Windows 汎用の OS ですから、ゲームアプリケーション以外にもいろんなものが動きますと、で動いてしまうと、ゲームの方のパフォーマンスに影響がでかねないということで、このゲームモードというのを使いますと、CPU だとか GPU の優先的にゲームアプリケーションを当てますので、画面がカクカクせずに、最適なユーザーエクスペリエンスでゲームを楽しめることができるようになるというのが一つございます。もう一つ特徴的なところで申し上げますと、ゲームバーという機能がございます。 これは Windows ボタンとアルファベットの G ですね、これを押していただきますと、本当はそのゲームバーっていう、その名も取り、あのボタンの並んだバーが出てきます。で、これの中にいろんな便利な機能がありまして、例えば静止画のキャプチャーを撮るとか、あるいはその動画のキャプチャーをするとか、キャプチャーした動画をストリームで再生するみたいな、いろんな機能が入っています。で、こういった新しい機能を使うことで、今までで一番ゲームが楽しい Windows ということになっています。 ということでですね、あの本日のこのギャラリアゲームマスターをリリースされましたあのサードウェイ様は、我々マイクロソフトからしますと、非常に新しい革新的なそのデバイスを世の中に通っていただける非常に懸運なパートナー様でございます。過去の例で紹介します例えばその缶 PC ですね、あのあのまあ、缶の形をしたパソコンみたいなもので新しい需要を喚起されたりとか、いろんなことをやってきたんですけれども、 こことこの PC ゲーミングということに関して申し上げますと押しも押されるの,あのナンバーワントップブランドということでございますですので弊社としてはこのゲームに一番ゲームが楽しい Windows と、えー、ギャラリア、ゲームマスターのこの組み合わせでゲ PC ゲームの市場をどんどんその活性化していきたいどんどん市場を広げていきたいというふうに思っております本日は そしてご来賓の各社様どうもありがとうございましたそれでは続きまして質疑応答に入らせていただきます質疑応答は株式会社サードウェーブ常務取締役榎本一郎コミュニケーション開発部長大浦豊博そしてゲ芸民部部滝吉祐介が行います それではよろしくお願いいたしますでは私が質問があるという方をご指名させていただきますのでご指名をさせていただいた方にはスタッフがマイクをお持ちさせていただきますその場のお席でお待ちくださいそれでは質問があるという方挙手をお願いいたしますどうぞ積極的に手を挙げていただきましてこの場で是非 小さなことでも結構でございます照れずにぜひ手を挙げていただければと思いますはいでは正面の真ん中のテーブルの手を挙げていらっしゃる方お願いいたします今マイクをお持ちいたします本日はありがとうございます PCL のなぐと申します、えー、一点あの新しいモデルの製品のスペックについてお伺いしたいんですけれども今、えー、スペック表 拝見するとミニタワーモデルとタワーモデルどちらもほとんど同じスペックでタワーモデルが少しカスタマイズ可能が項目が多いかなというところなんですけれども大きな違いは大きさということになるんでしょうかはい、えー、全くもってその通りでございます、あのーまあ、大きさといいましても結局のところユーザーさんの環境によってというところでいくと実は ATX は大きすぎるというのが、えー、我々も正直思っていたところではあります のでえー、特に先ほどのスライドでもあったんですけれども、えー、ご自宅の環境で遊んでいただくというところを重要視していくと、えー、大きすぎるモデルだけではなくて、えー、小さいモデルでも性能は一切落とさないというところなので、まあ、そのスペック表にある通り、えー CPU だったりとかグラフィックのところに関しては ATX と何ら変わりないんですけれどもその大きさだけはしっかりとダウンサイズもできますよというところが売りになっていくというところになりますありがとうございますありがとうございましたでは続いて質問がある方ぜひ挙手をお願いいたしますどうぞ大変貴重なお時間でございますさでは後方の方お願いいたします ただいまマイクをお持ちいたします。あ、えっ、ー、と n b i d a の谷口と申します。えっ、ー、とですね、えー、去年イ、えースポーツの大会、御社のカリラ、えーラーゲームマスターカップを開催されたと思うんですけれども、えー、今年も開催予定、えー、があるのかどうかと、えー、または、えー、今、えー、あの注力しているタイトルというか期待しているタイトルがあればお教えください。はい、ご質問ありがとうございます。 えっと、去年の,あの「ガレリアゲームマスター」あー第1回目ということで、えー、ゲームマスターカップ開催させてもらいましたもちろん2回目やりますただしあのタイトルも含めて、えーまあ、去年はちょっとその賞金といったところで大きなニュースを作ろうというところで、まあ、業界に対するわれわれからのメッセージということも含めてあの開,催し開催したわけですけども、えっと、そういったその全体の立て付けも含めて今最後のお練り直している中になってますので。 あのぜひあの一回目に負けないぐらいのですねあのユーザーの皆さんに喜んでもらえるような内容にしていきたいと思いますのであのぜひ、えー、ご期待していただければというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは他に質問がある方いらっしゃいましたら手を挙げて挙手をお願いいたします。どんなに小さな質問でも結構でございます。ぜひこの機会お見逃しのないようにご参加ください。 ありがとうございます。では中央の前方のお席の方お願いいたします。再びで申し訳ございません。改めて B C の長本と申します。えー、っと、e スポーツ事業についておご質問があるんですけれども、えー、e スポーツを、えー、まあゲーマーの地位を上げるですとか。 e スポーツを活性化していくというところでそこにどこにこう、まあ、収益性というかが見いだせているのかという点と、まあ、これからどのぐらいのペースでどれぐらいの規模で御社の中でビジネスとして大きくなっていくのかというおよそのところを伺えればと思います。あの 今回の,あのルフスに関して言いますとですねうちの中でも e5e、えーえー e、スポーツワークスという別会社を立ち上げましてあまりこうサードウェブ職を出さずにいろんな方が、まあ、その説を使いやすいような形で、えー、ですから私、あのさっきの,あの大きなあのバリューチェーンの話をし,しましたよねあの中で、あのー、具体的にネットカフェの話をし,しましたけども 僕はこの業界をいろんな形でこう参画される方にコンペはないと思ってるんですね今なので、えー、と一緒にタグを組んでやりたいとそれすなわちチェーンですよねだからす、まあ、1, 1が2ではなくて3とか5になるようなつながり方ができるんだったらどんな方ともいろんな形でつながってでそこにこう起こり得る事業モデルが新しい提案であったりあるいは既存だけどうまくいかなかったことが 何社か寄り添うことでうまくいくような事業モデルだったりあのルフスに関して言うと一つの箱みたいな形ですけども今回のハードウェアもそうですプロゲーマーに対する支援プログラムもそうですし、えー、クリエイターに対する、えー、ハードウェアの貸し出しプログラムこういったものにもいろんな形で投資しようと思っています。 ハードベンダーであり施設を持っている強みを最大限に生かしていろんな形で投資するその全体を3年間で20億を、まあ、市場に対してコミットしていろいろ、まあ、投下していこうともちろんあの何て言いますかねその事前事業じゃないですから、えー、野本さん狙い何ですかって言われたらやっぱその拡大さっき言った若者のチャンスが広がっていくだとかその場が広がっていくだとか市場規模全体が広がる中で 何パーセントかの方、まあ、できれば何割と言いたいですけど、やっぱりガレリアゲームマスターがいいよねとおっしゃっていただくファン層を拡大して、あのうちのハードウェアに愛着を持って使用していただけるような、まあ、そんなようなチェーンがつながって、またその売上だとか、利益をリターンできる、業界に対してリターンできるような立て付けができればいいなというふうに思ってます。ちょっとすまません長くなりましたけど ありがとうございます。その中でもう1点ご質問があるんですけども、えーまあ、広くはなってしまうんですけど e スポーツの効果というところで御社にどのぐらいの売り上げ的な効果が見込めるのかという点とあともう1点すみません、あのーまあ、PC ゲーム日本ではあまりこう盛り上がりがいまいちということだったんですけれども、まあ、これからゲームマスターで。 どのぐらい盛り上がるのかという意気込みなどをちょっと伺えればと思いますあの先ほど JES の,の平賀専務もおっしゃっていただきましたけど世界史上を見るとやっぱコンソールやスマホだけではなくて PC ゲームも主体なんで日本でも間違いなくその派生で盛り上がっていくその中で、まあえー、PC ゲームとしても、まあ、いろんな大会の主催もそうですしやっていきたいなというふうに思ってますあごめんなさい質問の主義な何でしたっけえっと e スポーツを盛り上げることでの、御社への、まあ、売上的な、えパーセンテージ。での、一部のメディアさんに、僕ちらっと、ぼロっと、お漏らしたかもしれないですけど、あの。三年計画で、事業モデルとしては、えー、今の、うちの売上の一点五倍ぐらいを、えー。この e スポーツ事業で。の派生効果で、えー、業用拡大したいなというふうに思ってます。 具体的に言いますと150億ぐらいですだから逆に言うとそこでの得た利益はすべて e スポーツに還元するという先に還元側を宣言しているような感じですかねまたそこでぐるぐる回していければいいなと思ってて、まあ、オーナーの尾崎とも話してますけどあまり利益をプールすることはあまり考えてないですねどんどんこう回していこうというふうに考えていいますありがとうございます。 ありがとうございました。他に質問のある方いらっしゃいませんでしょうかあ。ありがとうございます。では前方のはいありがとうございます。と申します。えっと若干、えー、具体的な数字を聞きしたいんですけれども、えー、っと PC 市場が割とまあシュリンクないしは横ばいに向かっている中、あのゲーミング市場は右肩上がりで非常に上がっているという状況の中で、えー、ガレラさんは今後三年間で えー、PC ゲームンのエリアをどのぐらいまで社内的に広げたいというのをお考えですか。要するに売上的に今言った売上の大部分は、まあ、ハードの売上だだというふうに思っているのでどちらかというとガレリアゲームマスターあるいはガレリアシリーズで全体でそのハイスペックのモデルクリエイター向けの提案もありますのでハイスペックのモデルを中心に150億 3年間で積み上げていいいきたいなとううふうに思ってます。あの確かにあの PC 業界全体私 PC 業界長いもんですからあの少しこうまあコモディティ化してで一旦こうまあ普及率も高まってあとは下がるだけ的なところが一番ありますけどもこのゲーム PC 市場だけ見るとあのかなり年率で伸びるというふうに思ってます。先ほどのあの グラフにもありましたように、市場全体が上がりますんでね。ハードウェアが上がらないわけがないんで、ここに、まあ、まできれば。中心的なハードウェアとしては、ついていきたいなというふうに思ってます。答えになってるでしょうかね。はい、よろしくお願いします。あの、どちらかというと、こう市場全体の活性化のために。どういう手が打てるかなというふうに。は考えてます。 ありがとうございます。さては他に質問がある方いらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら次の方で最後とさせていただければと思いますがよろしいでしょうか。はい。ではちょうどお時間が参りましたので以上をもちまして質疑応答を終了とさせていただきます。 会場後方にてカレリアゲームマスター新モデルの設置した展示ブースを設けておりますのでぜひお帰りの際にお立ち寄りをいただければと思いますまたこちらのコーナーでも引き続きご質問などございましたらお答えをさせていただければと思います質疑応答にご参加いただきまして誠にありがとうございましたそれでは以上をもちましてサードウェーブ e スポーツ事業戦略および ガレリアゲームマセター新モデル発表記者会見を終了とさせていただきます皆様最後までお付き合いをいただきまして誠にありがとうございました